も翔英 TV です。はい、本日はですね、ここ自宅で撮っております。今回は皆さんにご報告がありまして動画を回しています。翔平 TV with モンタナっていう風にやっているんですけども、新しくね、新加入のガチな新メンバーが決まりまして、一緒にやっていくことになりました。モンタナさんの場合は一緒にやっていくというよりは、モンタナさんにいろいろご紹介いただいて、いろんなスポーツ関係の方々とご紹介してもらったりいろいろしてたんですけど、今回マジで一緒に同じ野球人、草野球人として一緒にやって撮影も一緒にやったりしていくということで、最近ちょいちょい出てるやつがガチでやりたいですと、一緒にやりたいですっていうことで、編集も最近覚えてますし、今後翔平 TV がちょっとこう良くなるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、早速、ここに来てもらいたいと思います。それではどうぞ。どうも、良平と申します。はい、お願いします。はい、新加入になっちゃいましたね。なっちゃいましたね。ついになっちゃいました。はい、はい、一緒にやっていくってことで、主に撮影とかさ、編集とか、はい、本当に俺がいつもやってることをやってもらって、良平も野球好きなんで、はい、いろんな野球道具とか、はい、俺が知らないことを結構知ってるっていう、そこが俺が不足してる部分を結構知ってるんで、ちょっと埋めてもらいつつ、でもっといい動画にしていきたいなと思っておりますけど、はい、簡単に良平のプロフィールちょっと紹介してもらっていいですか。はい、所沢の少年野球チームで、小学校1年生から6年生までずっと、少年野球を続けて、中学も軟式の学校のチームに入ってました。で、高校が、所沢市の、所沢中央高校、というところでやってたんですけれども、で、そこでスタメンは取れはしなかったんですけれども、なんとかちょっと最後の大会出ることができて、そこでツーベースを打つことができたりっていうのが僕の野球人生の中では一番美味しかったところかなと。じゃあ今は、はい、どういう関係の仕事をしてるんですか。今は、僕は IT 関係の営業の方。なるほど。じゃあパソコンとかで全然無理です。タイピングできません。そうですか。まあ今ちょっといろいろね、今プレミアプロっていう編集ソフトを今俺も勉強してるんだけど、それをこう教えつつ、プラスファイナルカットプロっていうやつをねちょろちょろ教えつつ、2つ編集ソフトをこう教えてて、はい、今俺の家に来てね合宿してますね。はい、勉強してますよ。師匠、師匠してますよね。はい。で、俺さ結構さ女子プロ野球とか独立リーグとか少年野球とか中学野球とか結構取材行ったり、野球普通に自分でもやったり、撮影するためにこうグラウンド取って自分でやったりしてんだけど、はい、それに関してどうですか。やっていけそうですか。いやー、もうやるしかないですやるしかないですなんか先輩に言われてやりますっつって。違いますね。違う感じじゃないですか。まあ野球好きなので、そので、今僕は草野球やってるんですけど、草野球しか知らないような状態なので、自分の野球知識を、深めていけるっていう点ではむしろやっていきたいなと。なるほど。いや相当ね知識が本当身につくよ。はい、俺も全然知らない中やってましたけど、はい、まずグローブの知識がね、バットの知識がなかったけど、そのグローブも多少分かってきたし、はい、バットの種類とかもだいぶ知ってるし、もう店員さんですかっていうぐらいモンタナで、ね、説明したりね、はいはい、やったりするし、本当にいろんな人とつながれる、本当 YouTube かなっていうふうに思ってます。意気込みは何ですか。意気込み、今6500人登録者がいらっしゃいます。はい、見てる方で目指せ1万人なんですけども、はい、1万人突破するにはどうしたらいいですか。どうしたらいいですか。それ僕に聞いちゃいます。はい、僕自信があるのが、その、野球道具、だったりとかっていうのが知識や自信がある方なので、そこを、翔平さんの、片腕にもならないかもしれないんですけど小指ぐらいのサポートがそのグローブとかでできれば、少しずつちょっとそこで、チャンネル登録者数を増やせていけたらなとは思っております。そうですね。あとはサポートメンバーでまっちゃんとかもいるしっていう感じで、こう結構サポートメンバーも結構いるんですよ。はい、なのでその中で一緒にやっていくという感じで。あ、守備位置は、うん、今は、キャッチャーの方キャッチャーやっております。お、いいじゃん、ピッチャーキャッチャーでいいじゃないですか。はい、怖くて取れないです。いやいや、でたまにはピッチャーもやるから、はい、そこは俺結構ねキャッチャーやったりとかして、逆にそういうのもできるっていうのはいい点だと思います。なんか内野手とピッチャーっていうよりさ、ピッチャーでキャッチャーもできます、ミットもありますとかさ、の方が絶対こう撮影しやすいと思うんで、はい、今後とも撮影、いろいろやっていきたいと思いますんで、はいはい、今後とも、翔平 TV with モンタナも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで簡単になりますが、こういう感じで、終わりたいと思います。ではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは頑張りましょう。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。
走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、インセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。